にゃいということでやってまいりました。今日はめちゃくちゃねためになることを教えいたそうかなと思います。やっていきましょう。おとなむこどもお姉様ごきげんよう。ゴールド。はい、ということで在任村での一日がスタートいたしました。ということで皆さん、動物の森でめちゃくちゃ高値で売れる幻のアイテムがあるってご存知ですか？まあ、動物の森でね、金を稼ぐって言ったら、まあこのようにね、埴輪を売るだとか、まあ化石を売るだとか、まあいろいろあるとは思うんですよ。ただね、1個で2万ベルというまさかの高額で売れたという報告もあるという伝説のアイテム。そう、それはね、皆さんご存知、こちらでございます。そう、蜂の巣でございます。皆さんね、蜂の巣って言ったらもう、まあな、売れねえだろうみたいな、なんか高く買い取ってもらうときは売れるんだけど、まあ別になんかそんな言うて高くないでしょ、2万で売れるわけねえっしょみたいに思ってるじゃないですか。しかしこちらの蜂の巣、そう、最低価格でもね2500ベル以上で売れるという超高額商品なんでございます。で、今回この蜂の巣がどうやって売れるかっていうのをね、ちょっと皆さんにお教えしようかなと思います。なあ豚、どっかけ。さあ今回ね、使用いたしますはこちらね、 R パーカーズ。そう、 R パーカーズなんてただのねクソしょぼいリサイクルショップじゃんみたいな、こんなのクソほども役に立たねえだろうみたいな思ってる方いると思うんですけども、ここでね錬金術のマジックあるんですよ。ちょっと行きましょうか。で、まあこいつが今回のね、まあ生贄ですわ。で、まあ僕今回ここ空いてるんですね。ちょっと語彙力が一気に低下したな。そう、ここのフリーマーケットスペースに、まあ、出品してんですよ。まあ、普通に考えればさ、蜂の巣なんて、まあ、その、タグ売れないでしょ、みたいな。まあ、2500以上ではもう確実に売れると。だ今回はね、やっぱもう2万いっちゃおうと。皆さん動画で見せたいんで。2万ベルだよ。もうクソぼったくりじゃん。誰が買うのって。あとはこいつに買わせるだけですね。おい、おねみ。おめえはちょっとここのぼったくり蜂の巣買え。おめえ、それ反応すんじゃねえ。反応すんじゃねえよ。こっちだよ、お前反応すんの。おめえ、蜂の巣買うためだけに生まれてきたんだから。それじゃねえ。見てるとこが違えんだ。蜂の巣だよ。確かにこんなに稼ぎいっぱいあったらさ、蜂の巣なんてメイクくれねえだろうけど。なんかもう3回ピコった後、反応しなくなったな、まったく。何にも興味示さなくなってるよ。虚無の顔してるもん。ちくしょう、こうなったら最終手段じゃん。さ、蜂の巣いっぱいあるから。これ、キノコだ、これ。蜂の巣ちょっと持ってくるわ。ちょっといっぱいな蜂の巣持ってって、あそこ蜂の巣で埋めてやればいいんだよ。よし、来たな。はい、拾いましょう。あ、違う、雑草だ。ま、女の勲章や。あらあら、こんなとこにもあるやん。今まで見向きもしなかったからな、どうせ金にもなんねえと思って。まさか2万ベルで売れるっつったら、そんなんしてたらさ、拾うよ。さっさと。あ、こんなとこにもある。いやいや、いっぱいあるね。よっしゃよっしゃ、蜂の巣6個ゲットしてきてやったぜ。これで俺も億万長者や。トミー帰ってきたぞ、おめえ。なあ、ちょっとここを一回引き払うから。よし、なあ、蜂の巣いっぱい置いてたから、それ2万円の蜂の巣でございます。どうでしょうか。それは貼るでしょう。これは2万ベルの超高級品の蜂の巣でございます。いかがでしょうかね。これダメだな。じゃあちょっとこっちは1万ベル、15000ベル、5000ベルっていうね、蜂の巣したんで。まあ、お前みたいな貧乏人は、2万ベルの最高級品はダメだったか。じゃあ、こっちのちょっとお安いのどう、これ。これ1万ベルだけど。どうした。おい、お前は俺の動画潰す気か、お前。おい、お前か、こんな顔パンパンに腫らしてんだから。どうぞ、1万5000円の。どうでしょうか。マジぶん殴るぞ、お前。なあ、おめえ耳ぶち抜くぞ、ほら。動画でおめえ高く売れるっつった手前よ。お前か、買われなかったらおめえ説立証なんねえだろ。おめえ噂っぷに騙されてるバカ野郎だと思われたろ。恥ずかしいぞ、おめえ。じゃあ一応ね、こっちにも残りの蜂の巣出しといたから。一応ね、まあ選択肢っていうのは用意してあげたいなと。エソちゃん優しいから。これ5000ベルでしょ。でこちらに関しては、これ4000ベル。まあまあ安いよね。で、こっち、元ランク下がって3000ベル。まあまあまあ、これもいいでしょう。これ、1ベル。これはもう、出血大サービスのやつだから。まあでも、これは買わせないようにしないとな。さすがにな。まあ一応、ネタで言うといた。4000ベル、興味しました。どういう？それ。お！
おめえ何しに来たん？ここに。お前4000ベルも持たずにアールパーカーズ来たん？アールパーカーズってさ、上流階級民しか入らないんだ、お前。あっちの巣が欲しいんですけど、ちょっとお高いんで高くねえだろ、お前。まあ、4000ベルだぞ、お前。まあ、俺、最高級品だぞ。ちょっとゴミ引いちまったな。もっとハムカツとかだ、もっと持ってたんだろうな。ちくしょ、こいつ金全然持ってねえじゃん。ダメだよ、元よりこいつ買う気ねえよ。ああ、蜂の巣ずパクろうとしてんじゃねえな、これ。ああ、こいつ万引きしようとしてんだろう。今日の動画、マジで R パーカーズにしかいねえな。R パーカーズで全てが完結する動画っていうのも、なかなか珍しいぞ。YouTube にほぼほぼねえだろ。R パーカーズで完結する動画って。なあ。今日の動画、ほぼ全部 R パーカーズだ。うん。ねえ、蜂の巣取りに行くのと最初の導入部ぐらいだ。あ、おめえ買わない限りマジ、動画、ずっと終わんねえんだから。ああ、1時間でも2時間でも終わんねえんだから。勘弁してくれよ。なあ、割れてんだよ、そちゃん。お、来た。化石！それ化石！それは違う。唯一ダメなやつだから。買っちゃダメなやつだから。もうダメだよ。何回リセットしてもこいつも興味示さなかったもん。なあ、かたくなにもう金持ってねえから押し売りすんなって感じなんだもん。うん。ただこいつ、暇だから来てるだけだよ。立ち悪いわ。よし。定期的にリセットしないとダメだからな。あいつ帰ってるよ！あの夜帰りやがったわ。リセットしてる間に。あいつ。マジかよ。ということで、今回の結果、収益、ゼロベル。今回学んだ教訓、冷やかし客は、マジ立ち悪い。あいつら金持ってね、多分財布持ってきてね。みんなも気をつけてくれや。親愛なる同志諸君、動画の視聴、誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。